あ、こんばんはかじれないたぶ <laughs> ん多分なんだろう昼寝したからかな 寝ててああもうな私先にしたらさ鼻水とか出てきちゃうなんかみんな気にしないで <laughs>。<laughs> なんていうのこうくしゃみ止まんないとか思ったらさくしゃみ止まんないしさあの鼻水出るわーって思ったらさもう一生鼻水出るからさう <laughs> ずっちゃうんだよね。 目がめちゃめちゃ今日疲れててさもうさっきまたコンタクト入れたんだけどもう入れる前までも,なんかも半目みたいなレベルで目開いてなかったでもコンタクト入れたら目開いたねコンタクトの力って大きいんだなって非常に思いましたなんか外し一旦さこう外しちゃうとさ何時間か つけないとさ次も1回つけれないじゃないですかだから時間見てはいけるかなーって思ってでしたはいけるなぁと思ったから <laughs> 私がこうさあの穴溶かして,てみんなが心配しちゃうからさめちゃくちゃ元気なんですけどね だって私こう配信始めるままで1ミリも鼻水ずるずるさせなかったからね。<laughs> やないじ今日ねあのすごいむくんで寝たからむくんでるからもう余計丸眼鏡なんかしたらさもう丸,丸に磨きが <laughs> かかって泥団子よりもあの何丸さが <laughs>。 一応さ膝掛けをねひいて寝たんだけど多分もう冷房直下の下で寝たからだと思いますよこういや消そうとも思ったんだけどさなんか暑かったんだよねその時にでも多分これもそのうち止まってると思うおそらく、ね、もう考えないようにしよう いや私,私なんか時代に乗り遅れてるよねコラボしてないコラボしてないから時代に乗り遅れ部屋よしそうしよう時代に乗りいやも完全にさ今日さみんなさコラボしてるからさ乗り遅れた感あるよねこう一人でさ寂しく。 こんな人のアングルでさ後ろにいるっちゃいるけどいっぱい完全にうんみんなコラボやってんだけど私はだからもうみんなもさ理解してくれてるうんだけどもうなんせ私こうリモートでさ誰かと喋るっていうのがさなんか難しくてさ 笹谷さんさめちゃくちゃ本名それされててびっくりしたんだけど私 <laughs> YouTube のさあのー、何見たらさめっちゃ思いっきり本名出てるじゃん <laughs> びっくりした <laughs> そうですねなんかこう一緒にいたりしたらさ ね、できたりするなんかやりやすいんだけどこうねーあの一緒にいないともうまず私はこう人とさ電話するとこからなれないとさダメなんですよねこう、なんか完全に乗り遅れた感あるよね。 イインスタライブよりはでもなんかインスタライブみたいだったねここでなんか半分にぶった切らいしてこうこうなってたあれはなんかそれぞれの配信でやってんのかなこれどこからみんなやってんの私どこからもそんなボタンないんだけどさえないよライブしろ 東京テロップシェア通常ラジオ配信画質カメラ美肌えっないんだけどみんなどこからやってるのコラボアップデートしなさいよって話してないのかなんか自動でさアップデートできるようにしてるんだけどさたまにされてなくて今日結構携帯の調子悪くてさアプリ立ち上がんなかったりとかあるから。 かなそれやったら出てくるのかななんかさアップデートってさ自動でやってくれる時あるじゃないですかで自動でやってくれる設定にしてんだけどなあ今回のアップデートちょでそれも開けないんだあじゃあじゃあされてんのかなえ私対応されてないんだけど <laughs> あれコラボそボタンね マックス今開いたんだけどねないえ、これれ完全に乗り遅れてないえだってこれアップデートしないと開けてないってことでしょぜひ私配信できてるってことはさ最新の状態まさかの私一部の人に認定してもらえなかったああんかこう全員じゃないじゃないですか一部の人しかコラボ できませんよみたいな <laughs> やつだからさいやイレブンプロなんだけどなぁ機器最新機器機器が最新機器でさあれなのにさぁ <laughs> 青い通信環境良くないとダメをしないんだあ今日めちゃくちゃ携帯重かったからそれかな んなかなか難しいのね最新の機能だねもうまあ気が向いたら気が向いたらって時大体私気向かないんだけどさ <laughs> あの <laughs> 普通に一緒にやりたいなーって思っちゃうんだよねそうです 私だからもう携帯機重すぎてショールーム止まるなって思ったからちゃんと再起動してからやったんだよねあコラボ配信少し重いんだなんかさコラボ配信ってさむずくないんか例えばさこう全然さメンバーと仲いいけどさ こう配信向けにさ話すってなったらまたさ内容が変わってきたりすするじゃないいですかだたい私メンバーと話すときはもう死ぬほど比べない話か <laughs> 超真面目な話かしかしないからこう何て言うのそんなこと言い始めたら私の配信もそうだけどさコラボってなると若干敷居の高さを感じちゃうんだよね。 なんかこうすごいなんか LINE 電話を公開してるみたいになっちゃったりそうだなと思ってこう一人で喋ってたらさまあなんとなくねさすがになんかんまあ難しいけど全然自分のことガンガン喋ってるからあれだけどなーなんか敷居の高さを感じちゃうんですよねらー,ールームとか で、コラボ配信ってなっちゃうとまあでもねこう時代に時代に乗っていかないといけないと考えるとやった方がいいのかなまたこう から変わり映えがないもんね一生この絵面 <laughs> この絵面の変わり映えがないからさみなみとまいちゃんコラボ配信してるのにお互い配信してんの <laughs> その二人っぽいよそれが <laughs> それぞれ配信になっちゃってんのえど,うどういう価格になってんの自分からは2人見えてんのかな後ろにいっぱいさいつもゲスト来てくれてるからさ私今日にしてもなんでここなんか2本もう1本できればなんか川の字みたいああでもできないな今日は川の字ほら みたいなさこういうくだらないことがさなんかコラボだとさできなくなっちゃうわけじゃん気使っちゃうよねあのほら見て何この「皮の字 <laughs> 今日なんか「皮の字できんだけど前髪にほら「皮。こうなんかさ「パッ」って思いついたことをねツラツラって コラボってなると、やっぱ喋れないからさ。難しいね。みんな誰とやってほしいの。三本顔方式。なんか二人。 ってなるとこうピシッとこうなんかテーマを決めてみたいな歌いになっちゃうほんまそのとこも何えそれって2人までしかできないんじゃないのやっぱ同期が多いね。 先輩もいるいやまあまあはないよま <laughs> まあまあはないよなるほどねいやなんかもっとさ電話とかさ好きな人間だったりとかったもうそんなんだったらさもう私ガンガンさやってたと思うよもう。 そのもうテンンション爆上がりじゃんこんななんかコラボ配信機能みたいなのとかもっと私インスタとかでもコラボとかやっちゃうと思うしそう思もかな電話がな苦手だからな <laughs> 変に変にさ人見知り発揮しちゃうからさ普段喋しゃべってないメンバーにしたら余計に私あの身構えたり緊張しちゃったりすると思う。 にしたらなぁでもみんなは見たいよなな <laughs> みんな持ってるだろうなきっとなあみンやんないんだろうなって私も今今の段階でやる未来が1ミリも見えてない。 おりんねおりん今日めちゃくちゃ変な自負を私とおりん結構インスタン DM で話しちゃうんですけどあの <laughs> なんかおりんが突然なんか変な変なっつったらあれだな,なんか不思議なカバンをね2種類出してきてどっちがいいと思う 送ってきてきで「ね、あどっちがいいと思う?」ってなんかこうかわいいカバンがね出てくのかなと思ったらさカバンにさデカデカとさピカチュウと何だったっけなもう一匹なんかそのピ,なんかピカチュウの仲間みたいなさキャラクターがさどんどんってなんかこういるカバンを送られてきてさブランドサマンサーだった。 か高いんだろうけどさなん,かそうなんだろうそういうさ普段からねそういう系統のさファッションしても分かるけどさおりんってさそういうファッションじゃないじじゃゃんそういういいファッションじゃないのにさ突然にしてカバンだけさピカチュウなんかピカチュウの顔ドーンみたいなさ使うおりんって思ってそれどこで使うのって。 <laughs> 普段からなんかそうポケモンのファッションなんかポケモンの擬人化ファッションしてますとかさなんかそういうね方ならこうあめっちゃ欲しいだろうなって思ったりするんだけどさ私あなんかそういうの似合うだろうなと思うけど「オリンってもうそういう感じの系統じゃないじゃんえ。えあれくれってこと私に送ってきたってことは。 私友昭に,に私にそれをプレゼントしろってことかな <laughs> だから何歳何の今としって言って「2歳」って来たから「やったよね」って言ってあれ本当に買うのかな、うん、いやでも結構 なんかめちゃくちゃゃく真剣に欲しがってたんんだよねなんかふざけて「こんなのがあるんだよねアハハはみたいなテンションじゃなくてマジで「どっちがいいと思う」みたいな真剣なテンション。うん。えー、でもさ私さおりん雰囲気がさピカチュウのさキャラクターとさプリン でピンクのさマガムクランってなってめっちゃ可愛い子がいるんだけどその子にめちゃくちゃ雰囲気似てると思うんだよねこうなんか上目遣いな感じ可愛 <laughs> い,いんうんだ話してはいるんだよね全然なんであれが欲しいんだろう いや多分みんなが想像するにサマンサだからさすがになんかねこう黄色の土台になんかこう埋め込まれてるようにピカチュウが書いてあるんでしょみたいに思うと思うけどそんなんじゃなくてマジでなんかこうピカチュウの配色のピカチュウの画面がドーンって真ん中にあるやつ <laughs> 調べたら出てくるのかなサマンサピカチュウとかやったら出てくるかなめちゃくちゃど真ん中にピカチュウが。 いたそれならもう同じブランドでもうちょっとなんか長年使えそうなやつをプレゼントしたいですけどね。あ <laughs> ンさはいい値段しますよ。 ササマーサは今私学校のカバンサマンサのやつ使ってるけどなんかサマンサって結構碁使ったりすると思うんだけど私はシンプルなサマンサのやつ使ってるから使いやすいですねうん目が可愛いよね黄色いリュックじゃなくてなんていうのかな これぐらいのサイズのなんていうかショルダーバッグみたいな <laughs> なんかちょっとうまくなんかおしゃれしゃれた言葉で言えないけどショルダーバッグい,いくらぐらいするのちょっと誰か教えて気になるわあれあれであ,あれでとか言ってあれだけどあれいくらするんだろう。 結構高いんだえ尻尾のマークパンやったら違う違う違うなんかもう顔面がドーンってあるやつえ1万1千7380円もすんの <laughs> マジでええ絶対さ絶対 同じサマンサのもうちょっと落ち着いたねデザインの方がいいって。っておりんがいないところで言ってもさあ意味ないけどさ友達プレゼントそんな高いプレゼントしたことないな。 でもさ、やっぱ年々さなんか自分の年が上がるにつれてさプレゼントにかける値段ってさ知らぬ間にどんどん上がっててさかーって思うよね。だってさ小学生の頃とかさなんか500円みたいなのでさこう雑貨、バラエティ雑貨屋さんでメモ帳とかペンとかあげてたのにさ。 されたものになってるしさねそうかわいいんだよかわいいんだけどこう置物化しちゃいそうだよねあの負担遣いだってさ、まあ、少なくとも学校にそれではいけないじゃん なんか私の学校にはいそうだけどさなんかさ私あの誰が今年の1年生なんか大学ってやっぱさ誰が1年生とか誰が3年生とか誰が4年生とか誰が2年生とかさ全然分かんないからさ、まあ、でもなんか1年生とか本当に見たことない顔だなみたいな人はさ、まあ、おそらく1年生だなって思って見てるんだけどなんか今年の1年生さなんかすごい髪の毛めっちゃ多くてさ なんかもう紫とか青とかうん,なんかすごい派手な髪色いっぱいいるなあと,とかなんかさ今までなんか1年生の時って本当になんか周り見て生活しなかったんだなって思ったなんかこう。は なんか全然余裕なかったから周り見てなかったけどさ最近はこうじっくり周りを見るようになってさ <laughs> 見るとこうパッて見るだけであこの人何学科だろうなーっていうのがだいたいわかるんだなーって思ってきた。まあ、楽器とか持ってたらさまあ、それはなんかもうなんかの楽器やってるんだろうなとか分かっちゃうけどそういうのだけじゃなくてこう人だけ見ただけでもあこの人はきっと何学部だろうなーって。 意外とわかるんだなって思ってきて面白いなって思う奈未は多分見られてないよ <laughs> 影を抹消して生きてるんだからうん同じ学科にされたらわかるかな この音なんかいいでも先ほどさ今日さ友達がさあの三軒一緒に受けてる友達がお昼ご飯もう最後ぐらいにこう合流してるんだけどいつもその子が「今日めっちゃなだみちゅん似てる子い,いたんだけど」みたいなこと言ってくれて。 で、なんかピンクのカバン背負ってるからピン,クのピンクのカバン背負ってて背高くてみたいな服装もこんな感じの子だったんだけどなのみちゃんじゃなかったんだよねみたいなこと言ってでまず最初にこう入ってきた時に「あれなのみちゃんずっとそこにいた?」って言われてずっと今日ご飯食べてたよみたいなこと言ってでそしたら「めっちゃ似てる子がいたんだよね」みたいなこと言ってで 話ししかかかけけよようととたたたんんだだどちょっっ距離遠かったかやめたんだよねみたいなこと言ってであそっかなんか知らない人に話しかけなくてよかったねみたいなので会話が終わったわわけよ会話終わってで3限のね教室行ったらなんかその子が「あれ?」って言い始めてでその3限の授業を私とその子ともう一人の子で3人で3人なんか一緒にいつも受けてんだけどそのもう一人の子のこと見て「あれ?」みたいな。 なな <laughs> みちゃんに見間違えたのその子の子だみたいになって名前言えないからだけど「ななみちゃんだ!」みたいになって確かにその子と私の服の系統めちゃくちゃ似てたし確かにカバンもピンクだのお互い <laughs> で身長も高いのか雰囲気似て,似てるんだけど <laughs> まだの知らない人じゃなくて知ってる人だったっていう <laughs> 話しかけても知ってる人だったっていう びっくりだよねこうあんまさ身長高い人とかも合わないからさ「そんな私みたいな人いた?」って思ったけど「めっちゃ近くにいたじゃん」みたいな「なんなら友達じゃん」みたいな。顔はね似てないんだけど多分後ろから見たあの。 服装の系統と、まあ、カバンの色と背背が結構似てんだよねうん面白かったねまさかの友達だったっていううんね面白いよね今日さ三軒の部屋ってめちゃくちゃガンガンにね クーラーラかかってるのもうなんかさ寒すぎてもうなんていうのもうなんか18度の部屋にもう突っ込まれてるような気持ちだからもうこう教室から出た瞬間大体いい廊下ってさ暑いって思うんだけどあもういつも授業終わるたび「あったかーい!」って言っちゃうレベルで寒いわけよ。もう凍るよね。凍る重い。 パソコン使った授業なんだけどさそう考えるとさ確かにさ中学の時とかもさパソコンルームって異常に寒かったなって思って、まあ、多分機,械機械とかがある影響で冷やさないといけないからっていうので涼しいんだろうけどさめっちゃ寒いよねだから中学とかも最初の方はエアコンついてなかったからさ 技キャー間と思ってよっしゃクーラーのとこ行けるみたいな <laughs> まあにしても絶対明らか冷やしすぎなんだよねっていうレベルでめっちゃくちゃ冷たいのそんな冷やすみたいな。 ね、なんか夜とかエアコンいらないね私も今もう窓しか開けてないけどちょうどいいですねパソコンの授業夏人気だよねもう熱に弱いからねそば着持ってかないとっていつも思うんだけどさどうもいつも忘れちゃうんだよね私向こうの部屋はついてるかもこれら。 でもまだまだだってね梅雨明け梅雨明けまだあと10日21日ぐらい予想だったよ今日ニュース見てたらまあでも逆を考えたらあとさ10日でさもう真夏日しかやってこないって思うとそれもそれでしんどいけどねうん今年は梅雨明けまでめっちゃ長いっぽい。 ととさスカッとしてくれてもいいのにでももうなんか最近思ったよりも雨降らないけどね私さ、うん、なんかこう昨日授業受けしてさあと34回ぐらいで夏休みですねって言われてさ「えみたいな <laughs> なんか週何週とかで見たらさあと3週ぐらいある今月でさがえたらあるけどさ「あと3回ですね」とか言われるとさ「あれ?」みたいな「えもう夏休みなの? <laughs>」 <laughs> いやこのな,んならこの前ずっとなんか春休みだったんだけどな晴れれ <laughs> 季節感がさなさすぎて夏休みは若干短いかな若干短いけど元から私の学校そんな長くないからあんな変わんないかな。 でももう夏休みってやばくないもうなんか去年もっと夏休みまでたい長かったのに試験はねだから夏休み5なんですよね。あらまあ、みたいなこう。夏休みの間「こんな負けるねー」みたいなこうなんかスカッとした気持ちでさ夏休みを迎えるのがさこう普通なのにさ。 こうなんていうのテストと隣り合わせで夏休みを過ごさなきゃいけない実に大変まあしょうがないけどねコロナっちがそうなんだよねやっぱこうね留学生の子とかはやっぱその自分の国にいたり私も友達がその自分の国帰っちゃってるからさ と会えてなかったりする子もいるからさ、いや大変だよなって思う。直前に焦ってるダーミンが思い浮かぶもう100%当たりです。確実にそうだと思います。いやお仕事はねもう本当にもうお仕事の方夏休みってなんぞやみたいなとこあるからね。 いやこうなんか夏休みって言葉楽しめるのもさ今のうちだけなんだろうなって思うと楽しまなきゃなって思うけどねいやマジでやばいなこうテストがあるっていうことをねちゃんと意識して生活をしていかなければならないのにやばい <laughs> こんなノート大学生だからとばかりに1か月も悠々と休もうとしてる自分もうみんなからの視線が怖い <laughs> 見ながらのこう圧を感じる <laughs> 夏休みだとってでもさーあのー。 こう毎年夏休みといえば夏といえばこうイベントとかだったりがね去年だったらこうツアーとかディフとかいっぱいあったのにさ何このまんまだとさいやまだ全然できないだろうなって思うからね増えてるもんねなんなら今日240人ぐらい。 変だよやっぱ夏休み9日間だってお盆休みとかだけだね冬休みみたいな感じ今年ねああ2020年が結構こう霧のいい数字ってさ、まあ、2010年とかもさうだときんかこうスカッとした気持ちになれるのにさ 人生の中でなんかいい意味で忘れられないよね2020年 <laughs> 2020年もうなんかこうニュース見ててさ絶対これも現代社会の授業に出るなみたいなのばっかだよこうテストとかでもさ「ソーシャルディスタンス」を説明しなさい「<laughs> 2020年に」 新型コロナウイルスが流行し日本全体にとある宣言が出されましたがそれは何という宣言でしょう緊急事態宣言 <laughs> <laughs> なななななななんいいいかかかかる2020年のオリンピックはとある理由で延期が延期されてしまいましたが何による影響でしょう新型コロナウイルス 現代社会とかんなら今だったらねらそんなこと言ったらさ自分たちが勉強してるさ歴史の授業とかさもうまあまあ知ってるじゃん。 で今だったらかなりの正答率だと思うけどこれがさ50年後とかにさあの問題があったらさなんか普通に分かんなそう何年前の話か分かんないけどさオイルショックとかいろいろあったじゃないですか日本にもいろんな危機がそういうのをちゃんとなんか一言一句ちゃんと説明してくださいとかい言われても。 全然説明できないもん <laughs> って思うからあれで,すよでもなんかちょいちょいトイレットペーパーとかがあのなんだろうこうその時もさデマがデマがさ流れてトイレットペーパーが全然関係ないのにこう、うん、作れなくなるみたいなデマが流れてでこう買い占めが起きたみたいなのこの最近ニュースで見た。 絶対教科書載るよねそう思うわだってこんなのこんなことになるってさなんていうの2月が流行り始めの時にさこう半年経っても状況何も変わってないよっていうかなんかこうすごい苦しい状況が続いてるんだよってさ <laughs> 言われわありそう2020年大流行したウェブ会議サービスを答えよ 半年前の自分に言っても信じられないと思うよマスター1年前1年前の自分がその1年後全然夏に何もイベントできてないなんて思ってないと思う,こう握手会もできてないんだよって言われたらいい「それそんなのありえんありえん」って言われてさ <laughs> マスクがすごい高値で取引されてるんだよとか。 ね、甲子園とかねコンクールとかね本当にそうだよもうオリンピックもね、うん、スイッチがね爆売れしてねあ三3密出そう、うん、123でね3点問題みたいなね 4月を100日配信したのも信じらんないとみう。そんなそんな嘘つかないでもいいでしょうみたいな <laughs> そんな嘘そつかなくていいからさ本当のこと言ってよみたいな <laughs> 今年の感じねいやつかないやでもそんな言葉にならないだろうな てなわわけで終わりたいと思います <laughs> まあでも、ね、今の時期だからこそねできたこともいっぱいあるからねそうそれこそさこう YouTube の生配信とかもさ普通に生活してたらねなかったと思うし私が総称論文ルームも100日も絶対やってなかったと思うしね。この環境下だからこそできることもあるからまあ全てが悪いことばっかじゃないけど。 ソーシャルディスタンス公演って2人で公演させてもらってめちゃくちゃ貴重な経験もさせてもらえたしまあ全てが悪いことじゃないけどまあねみんなとねこうみんなの顔を見てパフォーマンスできないっていうのはやっぱちょっとね悲しいですよねなんか面白いやつ「暑いね」じゃなくてさ「夏いね」 <laughs> っていうスタンプ来てる。夏 <laughs> いね。ええ、たくまさん、ええ、差しキャットいっぱい食べなみんが好き。脂肪燃焼スープ生活頑張って。頑張ります。でも、今日はお肉を食べました。あの、な、なに?。冷しゃぶ?。なんか、サラダの上に。お肉を乗せて。食べました。めちゃくちゃ美味しかった。 クレさん、ポンケさんとみちゃんさんコージッキーさんシンディーさんオーバーレブのマー君さん玉龍さんパクくんあとためはだんさん、えー、ナーミンのことが大好きなスイカさんこれ言ってからさこうね設定してくれたままにしてくれてる人いて嬉しいしかも私思いっきり外したのに <laughs>、えーえーえー、オーバーレブのマー君さん、えー、クワちゃんとナーミンナ,ミン,ナミンちゃんにキュンですあ出た入ってるんでしょキュンです TikTok? えスケカにさん、前田修さんナミンが大好きなカズキャットシュガーさんヒコッチさん大地さんレンタカーのエルフトラック運転中さんえー、っと純ちゃんとショールームズッキーとコラボ写しまあ確かにズッキーねいいねただ私にこうこうね仲はいいしさな言った喋 <laughs> るんだけど。 な資金の高さを置かれてしまうからな本当にもう期待値マイナス1,250ぐらいで <laughs> えっと「なみ大好きあマトさん」「佐藤みちろさん」「コーンさん」「のみおくんさん」「レフティーサーポーさん」「チョコミントリスさん」えー「えっと前田修さ,さん1233」1, 2, 3, 3 マヌケビーカーとナーミンのことが大好きさん。おがけんさん。とみちゃさん。しょういちさん。まっちゃんさん。のぼちゃん。ナーミンテンさが大好きなジャガびさん。わく。<laughs> すんごい文字ついてんだけどなんだこれ。きゅうちゃさんあとナーミンが楽器を楽,楽しいんでた。楽器演奏してるとこ見たいな。 ただからなぁちょっと上手くなれるので頑張りますええ、時輪さん僕あと今日は納豆のひなみ食べましたもちろん納豆は毎晩食べてますよ最近はね納豆ご飯が食べれないんですけど納豆だけ食べてます大介くんさんこシキャット広島さん前田おさんむさんなみが大好きなしんくん もえちゃん、しわとやさいだんさん、いわちゃん、植村さん、なみしゃとしんべえさん。え、すくるさん、あつさん、星がいっぱいださん、ありがとうございます。うんと、そしてランキング。十歳ワーク。すごい顔みたいな顔してる。 12たくさん11位チョコミトリスさん10いなみのことが大好きなスイカさん9位さじゅうきゃっといっぱいしゃべりなみんがしき今週もお疲れ様さ喋ったらさめちゃくちゃ目覚めたんだけど <laughs> 8いコあちゃんなみんちゃんにきゅんですさん7位くれさん6位とみちゃさん5位ポンケですって 4位マッチさん3位おかけんやっとイベントないからもう夏休み取ってしまった早いでもそうなっちゃうよね確かに、ね、取りたい時に取るべきお休みは2位ナミンが大好きなカズキャット s u g さん1位オーバーレベルとマックさんですありがとうございます はい <laughs> はいというわけで今日はこんな感じで終わりますあれ45分やってた <laughs> こんなこともあるというわけで終わりますえ 明日昼まで寝るお休みの方ゆっくりしてください。私も寝ます。<laughs> 明日もショールームします。明日日曜日はちょっとお休みします。なので明日までします。というわけで、さよならバイバーイバイバーイ バイバイ。明日お仕事の方、頑張ってください。バイバーイ。